はい、じゃあ今日はこの切り株たちをちょっと処分していくぞ。あ、とうとうこれらも片付けていかないともうスペースがないからね。
切れ味が落ちてきたから、最初にでっかい切り株、あっちから仕留め、あっちというか切りづらいやつから仕留めていこうと思います。チェーンソーの刃もボロボロだから、であとは目立てとかもちょくちょくやらないとだから、この切り株からやっていくわ。チェーンソーを買い込んだんでちょっとバラします。